8月1日カブトムシを捕まえろと言われたけど、どうしたらいいかわからない。ピノキオ君とは話されてしまったし、グレーテルが私のことを無視するし、どうしようかと悩みながら歩いていたら、いつの間にか海に来てしまった。カブトムシってここでも捕まえられるのかしら。白い砂浜を見渡してもそれらしきものはいない。代わりにいたのは怖い怖いナイトメアでした。お裾分けです。私はカブトムシが欲しいのに。あれ、もしかしてあれは。いました。こんにちは。あなたも夏休みですか？私が声をかけると、海で泳いでいた男の人は心よく答えてくれた。少しお聞きしたいんですけど、この辺りにカブトムシっていませんか？カブトムシ？いや、見ないけど。できれば強いのがいいんです。オスの象徴である大きくて立派な角を持つ子がいいなって。それなら俺も立派な角があるよ。俺が君のカブトムシになろうか？本当ですか？ぜひお願いします。こうして私はとっても強そうな虫さんを捕まえたのです。